沢畑崎です。今日はカフェに行くんですね。髪の毛も顔も眉毛とかも全部やばいんですけど、メイクしていきます。ちょっと難しそうだけど頑張ってみよう。皆さんこんな感じで30分で用意しました。髪の毛ちょっと変だけど後で直します。メイクできた、最高。行ってきます。はじめまして。で、今カフェに一人で行きます。なんかあんまりこの辺が自分の来たことないエリアなんで、Google を使わずに歩いてカフェを探して、なんか気になったとこ入ったりとかしてみようかなって思います。こっち側にめっちゃお店があるんだけど、カフェではなさそう。お寿司屋さんとか美容院とかが多いかな。お、いいカフェ見つけた。あ、ここにもある。どうしようどうしよう。待って、これカフェ？あ、でもパソコンしてる人がいる。ここ行こっかな。あれ、従業員。従業員の人かパソコンを作業してる人かわかんない。多分従業員だ。なので隣のカフェに行きます。ドーナツ屋さんに行きます。ここに行きます。Hello. Hi. So can I get the matcha latte? Is that hot? We can make it matcha latte. Please. Thank you. That's all. Tomorrow the same. For here. Okay. Yeah. 抹茶ラテ来ました。美味しそう、めっちゃ。すごい珍しく、めっちゃ日本で飲むみたいな抹茶ラテ。めっちゃ抹茶。今ですね、なんかカフェ1時間もいなかったんですけど、ごめんなさい、もう閉まるんで出てってくださいって言われてしまって、なんか放り出されましたということで、抹茶ラテも全部飲めずにちょっとどうしようかなって感じなんですけど、なんかいいカフェあるかな。でもなんかさ、この辺のね、街並みがめっちゃ可愛いの。可愛くない？なんかさ、ないかな、いいカフェ。なんか夜までやってるカフェないですかね。すいません、今なんか通信制限かかっちゃって Google さんに頼れないっていう、本当のこと言いますと本当に Google 様に頼れないっていうことなんで、あ、この辺がグランビルストリートかな、全然わかんない。なんかもう本当にカナダ来て半年くらい経つんですけど、なんか地形とかだったりとかわかんなくて、とりあえずちょっと歩きながらまた新しいカフェ探します。もう本当に今日編集終わらせたいから、本当にガンダ、結構ガンダでやっていきます。帰ってきました。今が8時23分です。今日はね、あともうちょっとなんですけど動画投稿が。で、さっきね、こんな感じでストーリーに今日動画アップするよって載せました。この時私がうんぴを踏んじゃった時の写真になるんですけど、こちらを使わせていただいて、ってことで今日動画をアップしないといけないんですけど、こっちの深夜2時が日本の6時とかなんで、深夜の2時か1時ぐらいに上げれたらいいなと思ってます。で、今日ね、今日ブラックフライデーでこのミキサーが欲しくてゲットしました。で、これはプロテイン、朝プロテインとフローズン、プロテインとフローズンフルーツとオーツミルクとか入れてミックスして毎朝食べようかなと思って、これちょっと見てみよう。これめっちゃ安かったんだよ。40ドルが30ドルぐらいになってて、ブラックフライデーやべえなと思ってどっから開けるんだこれは。ここからか。ビジネスチャンスを逃すわけにいかないですよね。うん、すごい。おお、これブイーンってやるとこです。多分これね、このまま飲めるんだよね。イエーイ。で、これにセットしてブイーンってやるのかな。もうマジでね、朝からこの包丁を使ったりとかフライパンを使ったり火を使うのがめんどくさすぎて、でも朝はちゃんとプロテイン取りたいなと思っていつもチキンとかさ卵とか食べてるやんけどさ、めんどくさいやんか、いちいち料理すんのさ。だからやっとシェイカーを買いました。
シェイカー？これ何？ミキサー？買いました。あとね、もう一個買いました。この AirPods の一番初期を買ったんですけど、最新のやつを持ってたんですよ、 AirPods の。でもなんか私は耳の穴が小さいのかわかんないんですけど、右の耳だけすぐ取れんの。だからなんかさ、ちょっと初代のやつよりも大きいんですよね、この耳に入れるところが。運動したりとか、ちょっとベッドでこう寝転がってる時にイヤホンしててこう寝返り打つと右だけすぐ取れちゃうんで、すぐなくしそうやなと思って、もうこっちにしようと思って初期のやつ買いました。集合体恐怖症の体の人絶対これ無理だよね。ブルーベリーがめっちゃキモいことになってるんだけど、最悪。お、いけた、落ちた。OK、ね、これにセットしていきます。ブルーベリーが全然混ざんない。やばい、ブルーベリー全然ダメだ。長くは持たない。一回開けてみます。うわ、すごい。これあれだね、オーツミルク足りない。ちょっと足してきます。こんな感じで足しました。いきます。長くは持たない。お、できた。お、すごい。見える。うわ。ドラゴンフルーツとブルーベリーとオートミルクだけなんですけど、美味しい。うん、これいいね。最高です。こんにちは、土曜日の尾形咲です。遊びに行くので、ランチをしに行くので、メイクして用意もできました。行ってきます。ブラックフライデー、ブラックフライデーで買い物しました。金がなくなった。皆さんこんばんは。なんとですね、今日はもう月曜日になりました。びっしょびしょ。本当にあれということで。で、昨日ね、友達遊びに行って、あの後にめっちゃ結構飲んだのね。で、そのまま遅くに帰ってきて、ちゃんと朝帰ってきて、お風呂も入って、なんか洗濯物も回して、そのままベッドで寝てたのね。で、朝起きて4時とかで、もう夜なの、外はもう日が出てなくて真っ暗なんですね。もうやばいと思って、今日終わったと思ってさ、なんか今日終わったって思った瞬間さ、もうなんかさ、何事もやる気起こらんくてさ、なんか楽しくないみたいな。今日本当はネイルの動画撮る予定だったのに、それもできてないし、なんかやることもできてないし、何してんだろう自分みたいになって、なんか本当にちょっと詐欺みたいになっちゃったんですね。わかりますか、このみんなもあるよね、多分。本当はこれやるつもりやったのに、自分のせいでできなくなって、そのままなんかもう何事もやる気起こらなくて、やばいみたいな。でさ、しかも多分さっき今日さ、夕方の4時とかに起きたから、なんか寝れるか不安になって、今日の夜ちゃんとね、マジでジムだけ行ったの。ジムだけパッて行って、でジムの中でも
本当にやる気出なくてずっと携帯を触っていたりだとか、ありえないよねっていう形になってしまって、受けたまわりました。しかももう月曜日っていうどういうことみたいな、ちゃんと日曜日の撮ろうと思ってたのに何事もやる気起きなさすぎて今までカメラを回してなかったというで多分ね、私のやる気の出ない理由としては化粧をしていない、あやることをできていない、朝遅く起きてしまった、まあ、YouTube とかを見てたらやる気が出なくなった、ネイルもしてないなど様々な問題がありまして、今日は本当に怒ってるこんな感じでしたまあたまにはこういう日もあっていいよねっていうことで、そう思い込んで明日ちゃんとネイルの撮影とかしたいと思いますということで、私の1週間 Vlog ちゃんと、まあ最後ちょっと日曜日だけ本当に大丈夫そうっていう一日になってしまったんですけど、皆さんどうだったでしょうか。海外生活1週間 Vlog 結構ね、この1週間は自分的にはアクティブな1週間だったんですけど、最後まで見てくださってありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。バイバーイ。